今までね、最高だと思った映画。子供の頃に録画して、多分今まで僕が見た一番多くの回数見た映画は、里見八犬伝って映画です。真田広之と薬師丸ひろ子かな？滝沢馬琴っていうおっさんが、北条家のちょっと下で、里見家か。江戸時代のちょっと前ぐらいに、その馬琴とおっさんが書いた、あれ、合わせた。あの、真とか孔とか中とか7文字。なんだっけ？クジャク王とかでも出てくる。なんだっけ？お、すごいね。仁義礼智忠信孔悌。はい、正解。まあ、すげえ昔の時代の話なんですけど、里見八犬伝が悪者にお姫様をさらわれて、で、それを助けに行くんだけど、7つの玉を持ってる人たちを見つけて、それを仲間にして助けに行くっていうね、すげえ RPG っぽい話なんだよね。仲間でなんか僧侶がいたりとか、戦士がいたりとか、でなんか、あの、侍になりたいけどなりきれなかった農民とか、侍とか、あ、まあ、ドラゴンボールだね、確かに。でも、ドラゴンボールは弾の中集めるなんだけど、弾を持った勇者がいる話なのよ。勇者7人を集めて、その大ボス倒して、お姫様を助けるっていう、異能者の元祖。FF4 の要素がすでに入ってて、7人目が敵の兵隊なのよ。敵の兵隊が、その敵を裏切って味方になるっていう設定まであるのよ。だから、その、割とその勇者者がやってる設定と、その裏を書く脚本っていうのを、ほぼその、昔の時代にやっちゃってんのよ、滝沢馬琴は。それの映画なのよ、僕が好きだったのは。なので、子供の頃にそれ録画してて、すげえ何度も見たんだけど、そうそう、あの、FF4 の会員ね。まぁ、FF4 の会員って言って分かるやつは多分30代以降な気がするけど、ひょうきん族でパロディやったんだ。へぇ。まぁ、でも今見たらちょっと映像としては古いから面白くないかもしれないですけど、ストーリー自体はやっぱり今でも全然通用するストーリーなので。あれ、カインって元々仲間か。あ、仲間が裏切ったのか。役か。